ごきげんようガラクタやオルドです今回はスパーキーくんがなんか弁護士に相談したらしいのでその理由について考察していきたいと思いますというわけで今回のテーマはこちらスパーキーが弁護士に相談しに行ったようですスパーキー伝説ではいくーまず「 スパーキーが実際に弁護士と会っていたっていうことがわかるツイートから話します。今日は訳あって弁護士さんとお話ししているんですけど、今日から感というか、オーラが半端ないですね。久々に早起きして眠たかったんですけど、そのオーラで眠気が吹っ飛びましたね。本当、弁護士さんは頼りになります。 ここから何で弁護士さんと話してたのかなっていうのを簡単に推察していこうかなと思います一応ネット民の方で一番言われているのはやはり偽物をどうにかするために弁護士に相談に行ったんじゃないかなっていうふうには言われていますねとりあえずその偽物については以前動画にしたんでそちらの方を見てくださいただ一つだつけ言えるのが その偽物に対して、前に裁判で損害賠償騒ぎになったっていう話を持ち出していたんで、そこから弁護士に相談したんじゃないかという憶測が飛んでいるようですね。で、これは俺の勝手な思い込みなんですけど、もしかしたら俺も危ねえんじゃねえかなっていうふうに感じてるんですね。まあ、 今、心当たりがある分でも、名誉毀損、侮辱罪、著作権侵害って、心当たりがありまくるんですよ。とりあえず、名誉毀損、侮辱罪の方から話していくと、このツイートですね。スパーキーが本当にグッズ化したら、皮肉と悪意1000%でレビューするのに、早くスパーキーグッズ化しないかな <laughs> って。あの、まずこれがスパーキーへの挑発もといい、侮辱、 および名誉毀損その1に当たります。その2が前回のみんなから好かれる偽物バーサスみんなから嫌われる本物。簡単に言うとスパーキーの偽物について、まあ、ネタにした動画なんですけど、これもスパーキー本人を侮辱したり名誉毀損に当たるんで、これまた危ないんじゃないかなと。 さらに言うともっと昔に出した動画なんかも結構危ないんでその辺で訴えられたら間違いなくこれ損害賠償とかでお金取られちゃうなっていうのが今の俺が考えていることです。まあ過去にスパーキーをネタにした動画とか絵とかがあるんでその辺危ないかなっていうふうには考えています。まああくまで弁護士に相談しただけですからね。 実際にはそこまで大にはならならいいと思いま,すまあよく弁護士の人もそういうスパーキーの話を聞いたなっていうふうには感じましたあくまでネットでのいざこざですから一応過去にそれで損害賠償とかが請求できたっていう前例があったとしてもそこまで大きな問題にはなってないんで実際にそんなに大きな問題になるかなっていうところが俺の中では疑問ですね というわけで今回は軽くスパーキーが弁護士に相談しに行ったようなので、ちょっと俺が訴えられる気がするなっていうような話をしました。ご視聴ありがとうございました。